ご視聴ありがとうございます。リオンちゃんで今日の動画は購入品っていうか、まあ動画2本購入品、1個はまあ来週になっちゃうんですけど、まあ2本ね、続けて投稿になります。まずね、そう、これから行こうか。これはコメント、まあいろんな YouTuber さんがこのサイトで買い物してると思うんだけど、で、コメント欄にそこで買い物してくださいっていうのがね、来ていたので、なんか体調悪くて、6月の前半つか2週目から3週目が体調悪くて、なんかその中、なんか、ポチったので、7点ぐらいしか買ってないんですよ。で、結構ね、時間かかった。2週目の、6月の2週目の土曜日に頼んで、今週届いたみたいな感じで、外国から、猫猫急便でね、持ってきましたね。なんか切れないから、ハサミで、そう、なんかね。で、今見返してみっと、あ、これも良かったなとか、まあ、1600円分しか買ってないんだけど、1個はね、でかいんですよ。それ以外は、こまごま。まずね、これ、ピアス。だよね。あ、ピアスですね。いや、ピアスコーナーから買ってるから、ちゃんとピアス。そう、なんかさ、シンプルに使いやすいなと思って買ったんよ。なんか使いやすくない？こういうシンプルなやつ。そうそうそう。こっちね、ピアス3個使えるっていうこと。いいよ。でもな、つけるとこんな感じ。こんな感じ。ピアスは1個かな。なんか、ピアスとネックレスを1個ずつ買った気がする。こういう感じ。そう、シンプルでいいなと思って買いました。次。これは、そう、100円ショップでこれ買おうと思ってて、一応、欲しいものリストに書いてたんだけど、こっちの方が倍入ってて安かったから、これ買いました。クッションパフ7個。確か7個入りのやつ。さあ、私はさ、こう1回メイクする、洗うっていう方向性にしてるから、だからさ、こう連続で基本クッションファンデでメイクすることって最近週1？金曜日にこうやって動画を撮ったりするようでしかメイク基本してないから、あとは100円ショップのね、いつものスポンジなんだけど、クッションファンデの時、まあ、正直あまり連続でメイクすることってないんだけど、クッションで。でも、まあ来年もクッションにするしな。今の時期クッションにするしなと思ったので買いました。7個入ってます。いろんなね、形とか色とかあったんですけど、これがね、なんか安かったので、ね、この赤いやつを買いました。これでしょ？スマホケース買いました。こう、スマホケース。これはね、そう、スマホケース。こうやってバッグに、こういう感じでバッグにできるからいいなと思って買いました。入るやつを買ったんだけど、ちょっと固めです。
こういう感じ でここになんかなんか免許証とかあれとか、まあ、これだけでねなんか買い物行けるよみたいな、そう旅行に行く時とかいいかなと思ってこういう感じでね、まあそれプラス私財布を持つんだけど、まあねそういう感じで使えたらいいなみたいな感じで、なんかね誰かの動画を見てて、あこれこういうなんかこういうねバッグになるようなやつ欲しいなと思って買いました。うん、それでなんか何種類かあって、なんか汚れとかを考えるとやっぱ黒かなと思って黒を買ったんですけど、いろんなねサイズのやつがあるので、まあ気に、まあこれの他にも何種類か似たようなやつがあったので、一応ねなんかそんなに高くなかったのでついついね300円、200円とか300円。次なんかね私絶対好きそうだよねっていうやつはね、王冠のピアスを買いました。シルバーにしたんだけどゴールドのやつもあったんだけど、そう王冠のやつ、私こういうさ、まあ、こうピアス、うんと、こういうなんか一個物のダイヤみたいなさあのやつ好きなんでね、こうシンプルで使いやすいやつが好きだからさ、ついつい買ってしまいました。普段からさネックレスつけるわけでもないのに一個だけピアスとネックレス一個ずつ買ってみました。次っていうか最後、多分これで最後。一個、私最近ずっとバッグ見てて、マイケルコースのトートバッグ探してたんですけど、値段とこうメルカリさんとかで新品見しようみたいな、なんかなーって思って、あっ取れた。意外とさ、まあ980円より安いからなんだけどさ、なんか思った以上にバッグがちっちゃかった。意外とさ大きかったらさ10月のさ旅行にさ使おうかなって思ったけど、あっちのバッグの方がでかいんじゃね。つうか私は結構さ、まあそのさ旅行の動画、私はさ万が一のことを考えてさいろいろ持っていくんだよね、もしかしたらみたいな。ずっとさいろいろとさ、まあさ自分以外にもさいたからさ、人に貸してもいいようにとかさ思うとさ、私なんかさセカンドバッグみたいなデカさなんだけど、セカンドバッグじゃねえこれ、私セカンドバッグだよこれ。私毎日バッグにしようと思ってさ買ったんや。何これって思ってた。でこういうことだよね。どういうこと？なんか私がと思ったことが違うのか。どういうこと？全く分かんない。でさ服とかもあったんだけどさ、私サイズ向けみたいなさバッグもあったんだけどさ、あれさなんか私との趣味がさいかにもアメリカ人みたいなさなんか人がさ着たら似合うような
感じだったんよ。なんか違うな。ね。どこ。え、どっか。よくわかんねえや。なんか私のサイズだとセカンドバッグとかちょっとそこまでバッグ。そう、だから、そう、一番具合悪い日にさ、こっちからさ、サマンサベガの方にさ、あの前、メルカリさんだかフリルさんで買ったさ、そういえば、そういえばサマンサベガのバッグあるじゃんと思ってさ、ずっと使わずにさ、私さ、こう誕生日5万円企画の時に、ショルダーバッグのちょっとちっちゃめのバッグを買おうかなと思って、意外とサマンサベが1回だけ婚活に持って行ったんだけど、意外とでかくて、よりちっちゃくて同じような形のバッグをサマンサじゃない、マイケルコースでなんか公式サイトとか、まあ、メルカリさんとかで見てたらあったから、そっちを買うことにしようかなと思って、そう結局さ、まあ、とりあえずサマンサベガーが毎日バッグだよね。これだとさ、ファイル入んないじゃん。これファイル入んないよね、入んないよねとか言ってもさ、そうなんかこうさ、初めてこうやってさ、ネットで買い物して失敗したなって思った。どう使うの？いいわけがわからん。説明書があるわけじゃないからさ、普通さ、こういうのって説明書あるんじゃないの？日本だけこういう説明書あるのって。なんか適当にさ、こういうこと？多分こういうこと、多分違うかもしれないけど、多分こういうことじゃない？多分、多分なんかさ、パーティーバッグ、多分私これパーティーバッグサイズだわ。そう、普段はさ、財布と携帯とさ、車の鍵さえあれば出かけられる人なんよ、私。なぜ、婚活とか、そういう時物多いかって、もしかしたらみたいなのがあるからなんだよね。車でさ、行く、まあ行ってるわけじゃないから、万が一のことを考えると、バッグの中身が多くなるんよ。普段は私、財布と携帯と鍵があれば出かけられる人なんだよ。そういう人なんよ、私普段は。まあさ、安かったけどさ、こういうことあるよね。そう、まさかこんなにバッグがちっちゃいとは思わなかった。なんか A4 サイズのノートが、つかファイルが入るサイズだと勝手に勘違いしてた。バック肩掛け、なんかこれはおかしいんだよね。もうこういうさ、こういう肩掛けはいいけどさ、これはなんか変だよね。肩掛けだよね。まあさ、マイケルコースよりはさ、確かにでかいけどさ、ショルダーバッ
クじゃないからさ、これさみたいな、お蔵入りになりそうな気がするんだけど。せっかく買ったからさ、頑張って使うけどさ、毎日仕事バッグではなくなったら。まあこんな感じで、まあ服とかいろいろあったので、ね、またね、機会があればいろいろ買おうかなと思いました。まあバッグはよく見てね、買おうっていうことなんだよね。最初はなんかちっちゃいショルダーみたいなやつ買おうかと思ったんだけど、あ、そういえば仕事バッグ使う、毎日バッグなんか安くていいの、まあもういいやと思って、マイケルコースのバッグ買おう、トートバッグ買おうかと思ってたけど、なんかどうでもよくなっちゃって、でそれこれ買ったわけなんだけど、パーティーバッグぐらいの、まあ人によってはこれでもでっかいっていう人いるかもしんないけど、っていう感じでした。ご視聴ありがとうございました。次の動画でまた会いましょう。バイバーイ。